ジェームズ軍は南北戦争後期にバージニア州で活動した北軍の軍でその名前はジェームズ側に由来する。バージニアノースカロライナ軍管区の管轄下にある部隊から構成されていた。北軍のバージニア軍管区とカロライナ軍管区は1863年に統合された。これら軍管区の管轄下にあった部隊は第18軍団として組織された。 1864年4月、南部軍管区から第10軍団が移動になり、この2個軍団でジェームズ軍が構成された。ベンジャミン・フランクリン・バトラー少将が軍司令官に任じられた。ユリシーズ・グラント中将のオーバーランド、方面作戦中の1864年、バトラーはバージニア州、ピーターズバーグとリッチモンドに対する攻撃を何度か、 実施したが、成功しなかった。コールドハーバーの戦いでは、第18軍団は、ポトマック軍の支援に派遣され、ピーターズバーグ包囲戦にも参加した。ピーターズバーグ包囲戦中、ジェームズ軍は主に、リッチモンドを包囲していた。ジェームズ軍司令官としてのバトラーの唯一の成功は、1864年9月のチャフィン農園の戦いでの勝利であり、ハリソン取りでも含めて、 リッチモンドを防衛する南軍を打ち破った。12月、軍の組織変更が行われ、第10軍団と第18軍団は解散され、黒人兵士から構成される第25軍団と白人兵士で構成される第24軍団に再編された。また、バージニア軍管区とノースカロライナ軍管区は再び分割された。 これら部隊はフィッシャートリデ遠征軍団を編成して、フィッシャートリデへ向かった。バトラーは軍艦区司令官としての立場を利用して、遠征軍団の指揮を取ったが、第一次、フィッシャートリデの戦いでの敗北後、クラントはエドワード・オードをジェームズ軍司令官に任命した。オードのリーダーシップのもと、ジェームズ軍は目覚ましい成功を収めた。第25軍団は、 ピーターズバーグへの最後の突撃に参加し、第25軍団は陥落したリッチモンドに入場した最初の部隊となった。オードと第24軍団はアポマトックスコートハウスまで南軍を追跡し、ロバート・ E リー大将の退路を遮断した。その後、ジェームズ軍は南軍北バージニア軍の降伏に立ち会った。ジェームズ軍司令官。 ベンジャミン・フランクリン・バトラー少々北軍戦闘序列、ジェームズ軍戦闘序列、ありがとうございます。